それでは、アクセス解析で、ワードプレスを、ワードプレスサイトをぐるぐる成長させよう、というタイトルで、小杉慎二さんに、ご登壇セッションいただきます。小杉さんは、新潟県長岡市在住のウェブ制作者で、ウェブ解析士マスターと、交流分析士の資格を生かして心理学をマーケティングに生かすため、戦略マップのコンセプトダイアグラムの普及を図っておりますと、多方面で活躍されております。また新潟のワードプレスコミュニティで勉強会の主催をなさっています。このセッションではウェブサイトのアクセス解析という観点からサイトを成長させるためにはどんな数字を見たらよいのか、数字から改善につなげるにはどうしたらいいのか、導入しておきたいツールにはどんなものがあるのかと、お話しいただきます。それでは小杉慎二さん、よろしくお願いいたします。ではよろしくお願いします。すいません、なんかいきなり終わって私もびっくりしてるんですけど、小杉慎二と申しますが、教員免許を取ったんですけど、そのままなんかウェブの業界に入って10年以上制作をしてたんですが、ウェブ解析士っていうのを資格を取って、で独立というか起業して今年6年目ですね。なんかずっと制作だけをやってたんですよ。独学でずっとやってたので、制作はできるけれども売ることができないっていうので、ちょっと悩んでた時にウェブ解析士っていう資格を取って、まあ、なんかマスターまで取っちゃったもんだから、もうこのまま起業しちゃおうということで起業しています。で交流分析士っていう心理学の資格を持っていたりします。おやつはプリンで、飲んだらパピコなんで、みんなプリンとパピコ待ってます。はい。新潟のコミュニティにあるやってるって言いましたけど、まあ、ちょっと極秘計画進行中ということで、多分明日か今日あたりキャピタル P さんにバラされるんじゃないかなとは思っています。で、写真撮影なんですけど、結構スライド多くてボン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 いっちゃうので、右上にマークついてるスライドは撮影するくらいでいいかなと思ってます。ツイッターは WC 東京とか WC 東京 EF でぜひぜひツイートしてください。で、質問ちょっと、まあ、5分くらい止まれるかどうかなと思うんですが、できればこの場の皆さんと共有したいので、質問ある方どんどん手を挙げてもらってください。 SNS フォロー大歓迎です。ずっと右下の方にありますけど、なんか後でスライドも共有するので、どんどん感想とか質問とか送ってください。で、今日のお話です。アクセス解析ツールって何のため、ユーザーのシナリオから考えてみよう、ぐるぐる成長するデータを判断しようの3本です。ガフフとは言いませんけど、はい。レッツチャレンジということで、まずレベル1から5まで設定してみました。まずレベル1、自分の考えを言葉にしましょう。で、レベル2、基礎的な解析ツールを知りましょう。レベル3、解析の流れを意識できるようになろう。レベル4、ユーザーの行動から解析につなげよう。レベル5、解析サイクルを回せる提案をしようということで、皆さんの現在の状況、今日来られてる方バラバラだと思うんですけれども、一つでもレベルアップできるといいかなと思っています。ということで、レベル1は今日のこのセッションで皆さんにぜひやっていただきたいんですね。解析の本質って実はコミュニケーションなんです。数字を見るとかではなくて、むしろコミュニケーションなんですよ。で、自分の考えを言葉にする、言語化していくと、大体必要な情報っていうのは見えてきます。なので絶対的な答えってないんですよ。もう 1+1 は2って言うかもしれませんけど、もう解析の世界はとにかくやってみなきゃ分かんないことがあって、じゃあそのためには自分の納得できる答え、納得解っていうのを探せるようになりましょうと。これすごく大事にしてください。ということで、さっき最初のうちにちょこっとお話ししたんですけど、近くの方、特に今日ペアトークというか、お二人以下に3人でくらいで話ができればいいかなと思ってるので、自分の考えを共有してください。私講座よくやるんですけど、胸張って間違えてくださいってよく言います。もうどんどん間違ってもらっていいんです。間違ってる言葉を、間違ってても自分の考えを言って、それが違ってたら、あ、そっか違うんだっていう、その理由を、なんで間違えたのかなっていう、その理由を分かるようにしておくといいと思います。ということで、アクセス解析ツールって何のためから始めます。アクセス解析ツール入れてらっしゃるっていう方、今日どれくらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げて、まあ、この時間なんで、もうちょっと背伸びするくらい、こう 両方の手を挙げるくらいでもいいんですけど、でも6、7、8くらい、8割、7割くらいですね。はい。
上場企業が最も使用しているサービスとして Google Analytics って 84% ぐらいなんですね。他いろいろありますけれどもダントツで多かったりします。でかつアクセス解析のカテゴリー内シェアでやると、Google Analytics って元々のやつとちょっと新しくなったやつとあるんですけど合わせると80これも 84% くらいで今日会場でさっき手を挙げてくださった方よりもちょっと多いかそれと同じくらいかなっていう感じなので、皆さんの企業、携わっているホームページとかあと大体の中小企業っていうと大体これくらいは入ってるんじゃないかな。だから Google Analytics はかなり使われてるんじゃないかなと思っています。どんな画面かっていうと、ホーム開けるとこんな感じで最初 の過去7日間ですね、最近直近7日間のデータが表示されたりしますが、ここのメニューにあるようにユーザー集客行動コンバージョンみたいな感じでカテゴリーごとのデータを詳細に見ていくことができます。今日これ別に今日のメインではないので、さらっとご紹介します。まずユーザーという点ではその結局サイトの対象者を把握するためにあります。アクセス解析ってホームページの中身、さっき金谷さんのセッションで検索サーチコンソールはホームページの外側検索結果の、ダッシュボードっていうお話があったんですけど、アクセス解析とか Google Analytics っていうのはホームページの中のことが分かります。中のことしか分かんない。なのでどんな人が来てるのかなっていう対象のサイトの対象者を把握するためにあります。で結構こういうグラフになるっていう、見た方アクセス解析入れてる方はそういうなんか山がこうできるっていうのは大体ビジネスマンが多いんですよ。土日にアクセスされないから土日のアクセス下がるんですね。こんな感じのことが分かったりします。で集客、認知段階とかっていうのも言われてますけど基本的には多い方がいいんです。サイトがどれだけ成長しているのかなっていうところを表す部分なので、ページビューとかセッションとかいろいろありますけど基本的には多い方がいい。子供が大人になるとできることが飛躍的に上がるじゃないですか。体が大きくなって動きやすくなるから。それと同じようにサイトの成長という点では基本的には多い方がいいです。で行動、コンテンツが意図したことになってるかとかいろいろあるんですけども結局はコンテンツの成績表なんですね。何がいいとか悪いとかっていうのはその成績表 その基準によるんですけれども、このコンテンツの成績表の部分が行動のカテゴリーだと思っていてください。でコンバージョンですね、この会場でコンバージョンって言ってはっきり言ってよく分かりませんっていう方ってどれぐらいいらっしゃいますか。はい、いいですね。成果です。ホームページ上の成果のことをコンバージョンって言います。例えばB2B みたいなサイトだったらこうなんか資料申し込み資料請求とか、あと、ネットショップだったら購買ですよね。なんか購入しましたみたいなホームページで求めてる想定している成果のことをコンバージョンって言います。でこのコンバージョン絶対に必ず最初に設定しておかないと何のためにアクセス解析を見てるのかわからないぐらい大事なものです。で、Google Analytics 以外にも覚えておくと嬉しいその他のツールということでこれまでのセッションで出たことがあるかもしれないツールもあるんですが、3つほどご紹介するので興味持ったら調べてみてください。1つ目 Google Search Console ですね。さっき金谷さんもセッションで出ましたね。これ古い画面なんですけど、新しい画面こんな感じでなってますね。ホームページの外の話、検索という点での外の話が分かるツールです。Google Analytics とセットで入れておく必要があります。で Google トレンド、他のセッションでも結構 Google トレンドの結果でこうなってましたみたいな話がありますが、 Google トレンドって検索のどれだけ検索されてるかっていうボリュームなんですけど、これ全然絶対値じゃなくてマックスのところが 100% になってるだけで、その相対値としてどれだけ検索のボリュームされてる検索されてるかとか、あとは類似ワードとの中も分かります。あとこれヒートマップツールですね。これ見た方はもしかしたらそんなにいないかもしれないんですけど、どこクリックされてるかビジュアルで分かるんですよ。でももちろんパソコンもモバイルも分けて分かりますし、これだと、クリックしたとこが分かる。もうグローバルメニューなんか全然クリックされてるところとされてないところですぐ分かっちゃったり、あとこっちアテンションヒートマップっていうんですけど、赤い部分がよく見られてるところで青い部分はすぐスクロールしちゃってあんま見られてないところとかっていうのが分かったり、あとこのページの精読率とかも分かったりしますね。こういうものが分かるツールです。ちなみにこれ有料のものがほとんどですけど、大体月1万くらいから使えるかと思います。アクセス解析ってものすごくいろんなことが分かるんですよ。数字なんか見てたら一日中も楽しくて日が暮れちゃうんですけど、
アクセス解析を入れる目的なんですかね。皆さん考えたことありますか。じゃあさっき言ってた言語化です。言語化タイムということで、近くの方、はい、ちょっと近くの方目合わせてみてください。前後、隣とか前後とか後ろとか前とかちょっと見てみてください。言語化大事なんで、これ大事、私のセッションに来たからには無言で 帰れると思うなよくらいの勢いで、はい、なので、2分間くらい、ツイッターで喋ってもらってもいいんですけど、ちょっと自分の気持ちをまず考えて言葉に出してみてください。独り言でもいいです。ひよこがこっち来て鶏になって帰ったら2分です。なのでじゃあ2分間乗ります。よーいスタート、どうぞ。お願いします。あ、そうですね。ひよこ動いてますからね、ちゃんもね。ワードプレス皆さん、いろんな目的、いいですね、活発で、この時間にしては皆さんこうおしゃべりな感じでいいですね。はい、いろんな目的あると思うんですけど、一応私が一つ定義していることがあります。アクセス解析というか解析の目的っていうのは、次に進むための判断なんですよ。判断するために解析ツールを使うというふうに考えてみてください。アクセス解析でサイトを成長させる流れって、この 1,2,3,4,5 ってあるんですけど、解析ってこの最後なんですよね。解析をするためにいろいろやるんじゃなくて、いろいろあって解析をやるっていうような流れになります。一つずつ見ていくと、まず一つ目、戦略立てます。何のためにやるのかっていう目的ですね。それってスタートとゴールをちゃんと決めます。これが戦略。これ定義されてないと次からのフェーズ全部こけるので、ものすごい大事です。次、戦略に基づく仮説を考えるということで、これだったらこうなるんじゃないかな、これやったらきっとこうなるからこうなるだろうみたいな、これやったら失敗するんじゃないかなみたいな、どん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 こうしたらこうなるかなって、ある意味妄想力が問われるところですね。でそして試作です。結構今日割と制作やってるよっていう方ってどれくらいいますか。ワードプレスの制作やってる方よ、あ、半分くらい、4割くらいですね。皆さんがめちゃくちゃ活かされる部分はここです。試作の部分。じゃあやってみようということで、実際に手を動かすフェーズですね。でそして集計です。データを集めて集めるフェーズですね。何かをやれば必ずデータって動くんですよ。ダイエットをやるために運動をしたらカロリーがその分消費されるじゃないですか。そういうふうに何かをするとデータって、数字って動くんですね。そのデータの集計をする部分、もちろん必要なデータを取得するためには戦略部分でちゃんと解析の設計をしておかないといけません。そして解析、やっと解析ですね。考えた仮説が想定通りに
なってるのか検証して、何か違ってたら原因を分析して、じゃあ次どうしようかっていう改善提案をする、仮説検証、原因分析、改善提案をする部分が解析で、それの結果をもとにまた次の仮説、じゃあ次こうしてみたらいいよね、こうきっとこれをやったらこうなるよねみたいなものをやる、次の打ち手の仮説を立てるというようなフェーズ、まあ、場合によっては戦略が違うかもしれないので戦略を見直す必要も出てきます。なので、まあ、このサイクルをぐるぐる回す必要があるというのが今日のお話です。解析は判断って分かったけど、それを回すサイクルとか難しそうだし無理とか思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そんな時に天の声がユーザーの物語を紡ぐのですということで、ユーザーのシナリオから考えてみようと、次は戦略から施策部分のお話に入ります。戦略って言っても奥がすごい深いんですよ。なんで今日はシンプルな考え方をお伝えしますね。ところでセッションのタイトル覚えてますかね。アクセス解析でワードプレスサイトをぐるぐる成長させよう。サイトの成長って何でしょう。そもそも成長、サイト上で対象者の行動を促して目的の達成を目指すことを成長、まあ、要するにホームページを信頼される営業マンに育て上げるということなんですよ。で最初って営業マンも未熟じゃないですか。初め今日からよろしくお願いしますみたいな感じで新人営業マンが入ってくると、まあまあ何もできやしない。だけどいろいろこうやっていくうちにどん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 磨かれていく。ホームページはすごく素直なので、上司の言うことなんか聞いてらんねえよみたいなことは絶対ありません。なのでやればやるほど素直に成長していくんですね。それのためにやるのが解析サイクルなんです。なので皆さんも解析サイクルを回すシナリオを今日ちょっと考えてみましょうということで、お題はこれです。ネットでプリンを売りましょう。まあ、私さっき言ったようにプリン大好きなんで、皆さんにネットでプリンを売ってもらうというシナリオを今日これから考えていただきます。対象者、お客さんですね。要するにお客さんの行動を促すシナリオを考えてみましょうということですが、シナリオっていうと結構最初から最後まで考えると大変なんですよ。あと流度が違って、なんかこう最初はすごい丁寧に考えてたけど最後疲れて、あまあこれでいいかみたいになっちゃいがちなので、まあステップですね、ステップをこうトントントンと考えてみるといいんじゃないかと思います。でステップの考え方もいろいろありますが、今日は、まあ、せっかくさっき Google アナリティクスの画面出したので Google アナリティクスのカテゴリーで考えてみようということです。集客、行動、コンバージョンですね。で対象ユーザーの行動を促すステップを考えてみようということで、スタートからこの人がホームページに入ってきました。でここはアクセスの集客の部分で、そこからいろいろホームページを見て、おおなるほどなるほど、じゃあ買ってみようというコンバージョンのでゴールです。でこのスタートとゴール分かんないと言えないので、後でまた共有しますけれども、集客、行動、コンバージョンの部分はホームページが担うところだから、アクセス解析ツールの Google Analytics で判断できますよという話です。でこれをユーザーの心の声で考えてみていただきたいですね。例えばスタート、あプリン食べたいな、でもありきたりのはちょっと嫌だな。ゴール、やっぱこれやっぱ買ってよかったっていう心の声です。だからスタートがプリン食べたいな、でもありきたりの嫌だなってネットショップでプリンを買いました。で買った後で、うわーこれすっごい良かった、買って良かったってなってる心の声です。で集客、行動、コンバージョンと心の声を考えていただきたいんですが、例えばふむふむ、ホームページを見た時の心の声ですね。集客が成功したってことは自分のホームページに来たってことですから、あふむふむ、ちょっと見てみようかな、面白い、美味しそう、なんか良さそうだなみたいな感じで、割と軽い感じですね。じゃあはい、言語化タイムです。皆さん、さっきちょっとお話しした方とまた目を合わせていただいて、このじゃあ行動とコンバージョンした後に心の声がどういう風になったのかっていうのを、また近くの方と2分で考えてみてください。それではどうもぞ。はい、ひよこ動き出しましたよ。それではすぐ分からないですけど、なんか、ね、よくレベルがあって、
プリンを売るとかするプリンとかプリンのトーストとかあのそれもありそうですね。どうですか、王道などどんなところを超えたら俺の味はみなきゃいけないのは、ま、じゃあ今回のこのポシッとプリンを買いましたしっていうことですね。ネットショップ、じゃあ例えばアマゾンでなんかじゃあ iPad 買いま、アマゾンでアップロードして iPad 買いましたの後、どんな心の声が聞こえますか。はい、じゃあ例えばどうでしょうかね、難しいって思った方どんぐらいいますか。いや難しい、あ難しいですね、いいですね、こういうの大事なんですよ。あの例えば、まあ、集客ふむふむみたいな、ちょっと見てみようか。行動っていうのは要するにホームページで迷ってる時の声なんですよ。なので迷っていて、あなんかちょっと美味しそうなプリンがあるな、ちょっと試してみようかなみたいになって、あじゃあ買ったら楽しみだな、あすごいシンプルに考えてもらっていいですからね。正解はあんまないんですよ、絶対書いてないので、まあ、こんな感じだろうなぐらいで本当に考えていただいて、それが仮説なんですよ。なので仮説ってすごい、まず正しいことを導き出すんじゃなくて、自分でまず考えてみて、あこんなんでいいのかなみたいなところからやってみていただきたいですね。でこれをじゃあ次ホームページで実現するためにはどうしたらいいかっていうのを考えていきます。例えば、まあ、プリン食べたいな、ありきざりのは嫌だなってなった時に、ホームページを見ましたってなって、次にふむふむちょっと読んでみようと、でそしてあなんかここのプリン美味しそうだな、試してみようかなっていうふうに、このステップを進ませる必要があるわけですよ。まあ、プリン食べたありきたりの嫌だなって言っても、なんかあの別のサイトで、あこっちのプリンなんか高級プリン美味しそうだなみたいになるかもしれないけど、まあ、なんか読んでみようかなみたいな、そのホームページに来てほしいなっていうのと、ただ読んで1ページだけ読んで帰っちゃうんじゃなくて、なんかプリン美味しそうだな試してみようって思ってもらうためには何をしたらいいのかなっていうことで、それぞれやることを考えることができるわけですよ。例えば、まあ、ありきたりの嫌だなって思ってる人にプリンに関する記事を書いて、まあ、検索の方に引っかかるようにすればいいわけですよね。検索から流入すればいいかなとか、まあ、SNS からみたいなのもいろいろありますけれども、まあ、ちょっとページの記事読んでみようかなってなった時、次は、まあ、いくつもの記事を読んでもらって、次にショップに誘導してみると、こういうことがまあ想定できるわけですよね。でここまで試作までいきましたけど、まとめますと、まあ、戦略の部分、さっきスタート、なんかありきたりの嫌だな、でもまあプリン食べたいなっていうのをスタートとゴールとして、あ買ってよかった、このプリンやべえってなってるのがスタートとゴール、戦略だから、目的は何ですか、ゴール何ですか、そもそも誰を対象としてですかっていう部分が戦略、誰に何をどうやって売るのっていう話ですね。です。で2番でシナリオとして、きっとこういうふうに動いてくれるんじゃないかなっていうのを考えて、じゃあそう動かすためには何をしたらいいのかなっていう施策をするというのが、まあ、123です。ステップ分かったけど、それをどう解析に生かせばいいの、今日解析の話でしょって思った方も少なくないかもしれません。でそんな時に天の声が、施策と数値の法則を見出すのです。はい、3番、
ぐるぐる成長するデータを判断しようですね。最後のセクションです。まあ、基本的なデータの見方ご説明しますので、ぜひご自身のサイト確認してみてください。はい、プリンを進ませるため、あ、プリン？プリンじゃないの、プリンだって、ステップを進ませるためにやったことはです。まあ、プリン食べたいなって言ってる人に、まあ、プリンに関する記事を書くわけですよ。でそれを見てもらったら、あ、じゃあ読んでみようかな。その中でいろいろ記事を読んでもらって、ショップに誘導して、あ、ちょっと買ってみようかなって思ってもらう。じゃあこの試作、上位表示とかショップ誘導とか、まあ、実際に、まあ、上位表示というか記事を書いてみましたよとか、あといくつもの記事からショップ誘導を想定してますよ、じゃあやりましょう、やりましたなった時に本当に効果が出てるのかっていうのを判断するのが解析なわけです。なので試作の詳細もちょっと具体的に言うと、まあ、例ですよ、もちろんプリン限定とかプリン好みとかプリン固めとか、まあ、私が固めを好きっていう前提でやってますけど、いろいろありますが、そういうキーワードを想定した記事を、まあ、3つくらい公開してみようかなという記事の試作をやって、でふむふむちょっと読んでみようとなるわけです。じゃあその試作をやることによってユーザーに期待する具体的な行動はって考えると、まあ、ユーザーがプリン固め限定とか自分の好みに合わせたキーワードによって検索をして入ってくるだろうと考えられるわけですよね。まあ、今日シンプルに考えるのは今日これだけなんですけど、ここからじゃあ具体的な行動を評価できる項目は何だろうと考えるわけですよ。まあ、キーワードで検索してるっていうことは、その検索流入、検索で入ってきたっていうアクセスがどれくらい見込めたのかなとか、あと想定のキーワードでどれだけ表示されたのかなっていうのを考えられるわけですよね。なので検索流入がどれだけ見込めたかっていうことはアクセス解析で、検索流入セッション数と変化割合って、ここでやっとなんかアクセス解析で見たことがある数字が出てきたぞっていう感じですよね。で想定キーワードでどれだけ表示されたかっていうのはキーワードの表示回数、この2つは Google アナリティクスで分かります。下のこのキーワード別表示回数は Google アナリティクスと Search Console、まあ、通称サチコって言ってますけど、Google アナリティクスと Search Console を連携させると Google アナリティクスで見ることができます。じゃあデータを評価して判断してみようということで、実際に仮想の数字、架空の数字出してみました。私がちょっとさっきからちょろちょろ出してるんですけど、プリンの沼っていうサイトをわざわざ作って、あの運用をした体で数字を出してますけど、8月1日に試作を完了したっていう想定の検索流入のデータです。7月、それまで試作をやってなかった時はセッション数、要するにホームページに来た訪問してる数、まあ、いわゆるアクセス数って言われるものなんですけど、まあ、3000でした。8月になったら3330になってますみたいなのとか、この辺にちょっとデータというか見方書いてあるので、ぜひまた近くの方と、もし直帰率ってよく分かんないですけど知ってますかみたいな話も含めて近くの方とお話ししてみていただきたいですね。それではコメントを、解析っていうのはさっき仮説検証、原因分析、改善提案って言いましたけど、この3つの視点を大事に考えて近くの方とデータを分析してみてください。ではどうぞ。はい、横歩き始めましたよ。いきなりの無茶振り来たかみたいな感じですけどね。試作がちょっとなキーワードターゲットの記事がいいんですよ、胸張って間違えていただいて、変化率は7月と8月がどれだけ増えたかという話ですね。はい、だからセッション数が7月から8月にかけて 11% アップしてますよという話ですね。はい、ちょっと今、解析員とか言うと、いいのかな。
結果は出たよ。あと40秒くらいですね。なるほど、結果は出てるからいいんですけど、ちょっと注意して帰るとか、帰っていくっていうのがちょっと気になるんですけど、食器率が結構怖いな。そういうことですよ、そういうことですよ。25% ってことは、はい、2分経ちました。さっきより難しいなって思った方はどれくらいいらっしゃいますか？いいですね、いいですね、楽しいですね。はい、ちょっと書いたんですけど、まあ画面中読めないって分かってるので、もしよかったら、まあ後でスライド共有するのでその時に見てみてください。大事なのは次に何をすればいいのかなんですよ。さっき結構、まあ、お話聞いてる限りでは割と良かったんじゃないの、まあ、流入も増えたし直球ちょっと上がったけどコンバージョンが上がってるからまあ良かったんじゃないの、良かったで済ませちゃいけないです。じゃあ次どうするかなんですよっていうのを考えるのが大事なんです。例えばこの8月良かった、この施策良かったんだったら、じゃあまた戻ろう、もっと記事書けばいいじゃないですかっていう話です。まあ、スライドまた見てみてください。で、アクセス解析でサイトを成長させる流れで、さっき今やってたところってデータを集計していました。 Google アナリティクスを入れてあるという前提なのでデータ取れてます。 Google アナリティクス入れてないとデータ取れないです。だからそもそもアクセス解析ってウェブサーバーの、もう10年20年ぐらい前はウェブサーバーの、モニタリングのために使ってた、サーバーログのために使ってた、そのデータがあれこれマーケティングに活かせるんじゃねって思ってた人が割と始めて、 Google さんももともと別の会社でやっていたものを、まあ、買収した、でそして使って Google アナリティクスになったっていう風に私の認識では断定ですけど、っていうのでデータはちゃんと設計すればその機械って自動的に集計してくれます。ただちゃんと設計しておかないとゴミが入っちゃう。よくある笑い話があるんですけど、とある会社のホームページのアクセス解析を見ると9時にめちゃくちゃアクセス上がるんだけど直帰率が 90% になって、で途端に下がるんですね。これ何が起きてるか分かりますか皆さん。昔会社の自分の会社のデスクのパソコンを開いた時、自社のページをホームページにしとけみたいなお達しがあった時代の生きてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、自分の会社のホームページを最初にこうフロントページとか一番最初のページ立ち上げた時、ヤフーとかじゃなくて自分の会社のページを出してる、それがみんなアクセス解析に入ってたっていう笑い話があったりするんですけど、関係者のアクセスとかは排除しとかなきゃいけないんですよ。見たいデータはお客さんのデータなので、そういうふうに集計っていう部分ではすごく戦略からちゃんと集計できるようにしとくっていうのが大事です。でそのデータを元にちゃんと原因を分析して仮説がちゃんとなってるかなっていうのと、じゃあなってなかったらどうしてかなとか、成功してたのどうしてかなっていう、その原因を分析して次に生かす改善提案をする、それでまた仮説に行くと、で次何したらいいのかなって考えるというのを考えるわけです。さあ今こそ解析の輪廻ということでまとめです。一番最初にお伝えしましたけど、解析の目的っていうのは次に進むための判断なんです。だから良かったね悪かったねで終わりではなくて、じゃあ次どうしましょうかというのが解析の目的なんです。だから未来を描きましょう。数字を見てるだけでは、数字っていうのは結果でしかないんですよ。過去のことをいくら見てたってしょうがない。その反省を生かして、じゃあ次の未来に生かすためにはどうするかというためのものが解析なんです。だから数字ばかり見てると手段が目的と違うんですね。よく言われるんですけど、私がウェブ解析士っていう資格を持ってるので、ちょっとじゃあアクセス解析見てもらえませんかっていうのは、これ解析が目的になっちゃってて、じゃあその数字を見てどうしたいんですかっていう話ができてないと何の意味もないんです。
だから当然これを見ればいい、今日さっきセッション数とか直帰率とかいろいろ出しましたけれども、これを見ればいいっていう万能な指標ってないんですね。あのページビュー数くらいはサイトの成長とかボリューム、あのいっぱいアフィリエイトとかブロガーさんとかの話でも一応成長させるための指標っていうのはある程度ありますけど、じゃあ自分のビジネスをちゃんと成功させるためにじゃあこの指標見ましょうみたいな万能な指標っていうのはありません。そこで解析っていうのは成長を判断できる指標ですね。直帰率とかページビュー数とかセッション数みたいにその、値の部分の指標を見つけるっていうのがすごく大事です。これをあの KPI キーパフォーマンスインディケーターって言いますけれども、例えばダイエットをするときにみんな体重とか体脂肪率とかいろいろ見ると思うんですけど、一応測れるという点では身長とか腕の周りとか腹囲、腹周りとか足のサイズとかいろいろあるじゃないですか。だけどダイエットってなった時に足のサイズをずっと測り続ける人っていないですよね。身長を測り続けるっていう人もいないと思います。それと同じように成長を判断できる指標 KPI というものを見つけるのが大事です。でそのためにはあの戦略考えるフレームワークいくつかあります。ビジネスフレームワークの中でも 3C4B5Fs とか SWOT とかいろいろありますし、あとコミュニケーション戦略部分のものとして、まあ、行動購買モデルとして IDOM とか IDAS とかいろいろあります。あとコミュニケーションデザインとかペルソナとかカスタマージャーニーマップとかコンセプトダイアグラムとかいろいろあります。あの興味ある方はぜひ調べてみてください。特に今日ちょっとそのステップを考えるのが苦手だなって思った方はあのこういうふうにフレームワークを使うとかやるとあの考えやすくなります。で今日はこの流れの図何度もお見せしましたけれども、戦略、仮説、施策、集計、解析、そしてまた仮説に戻るというこのサイクル、あの一人で回すのは結構大変なのでチームで、まあ、自分が得意な部分、施策が得意になったらじゃあその施策はちゃんと戦略に基づいてるかどうか、仮説を立てるのが得意だったらちゃんと戦略に基づいてるかどうか、みんな戦略に基づいてるかどうかっていうのを判断した上でちゃんとみんなで考えていけばどんどん成長できます。ぜひメンバーと連携してサイトを成長させてください。あなたの愛するワードプレスで誰の心をどう変えますか。小杉ひじりでした。ありがとうございました。小杉ひじりさん、ありがとうございました。